大東亜戦争で出撃した2号潜水艦は115隻。しかし、残ったのはたったの15隻だった。そのうちの一つが、イ47戦、死なない、死なずの艦として最後まで生きながらえたこの艦は、回転を搭載して出撃した回数が最多の5回で、空の新風特攻とともに、米軍を震え上がらせた。昭和20年4月、早咲きの桜を手にした柿崎隊長を率いる天務隊を乗せ、死なずの艦イ47戦は沖縄とグアムを結ぶ敵補給航路を断つべく基地を出発した。この出撃より、これまでの停泊船攻撃から航行する艦船を狙う洋上攻撃へと変わっていった。回転特攻第一陣の菊水隊や続く混合隊の白地奇襲に怯えた米軍が白地外周に頑丈な網を張り巡らせるなど警戒を強化したからだ。天務隊の隊員はこれまでにも出撃していたが、いずれも発進の機会がないまま帰投していた。前回は3月にたたら隊として出撃。しかし豊後水道を出てすぐに敵機動部隊のレーダーに捕らえられてしまった。イ47戦は急速潜航したが手遅れで、駆逐艦2隻がソナーで食いついて離れず、夜明けとともに爆雷攻撃が始まった。合計で21発にも及んだという。森田艦長は爆雷の爆発中心部から1メートルでも離れようと必死の回避運動を続け、直上弾を食らったものの、なんとか必要な追跡を振り切った。しかしその後に空から対潜哨戒機の爆撃を見舞われる。これも艦一発でかわしたが、艦は満身創痍で回転も発進不能。堀田艦長は作戦を中止し、基地に戻ることを決めた。柿崎中尉にとっては3度目の帰投だった。普段温厚な柿崎中尉もまた不運に見放されて残念ですと、あまりの無念さに号泣したという。翌4月、呉で修理を終えたイ47戦に乗り込み、晴れて天務隊として再出発。覚悟はできています。魚雷発射と同じ気持ちで発進を命じてください。と柿崎中尉が代表して決意を述べた。航海中、後から出航したイ36戦の戦闘速報を受信し、気持ちが流行るも、目指す獲物になかなか巡り合えない。今度もまた無駄足を踏むのでは、と隊員の心は穏やかではなかっただろう。しかし彼らは決してふてくされるような無様な真似はせず、連日士官室で機上訓練に余念がなかった。一生に一度桜のように散ることのみを無常の目的として時間を惜しんで修練に励む姿に、堀田艦長は涙を拭った。そして誓った。彼らの望み通りに華々しい死での花道を最も効果的に整えてやろう。絶対に犬死にはさせないと。5月1日夜、敵輸送船団を発見。搭乗準備を整えた柿崎中尉が、回転を発進させてくださいと艦長に詰め寄った。しかし荒天の暗夜に無理な発進をさせて犬死にさせるわけにはいかないと考えた織田は、魚雷のみを使用した4本を扇状に発射して3本が命中。艦内は久しぶりの戦火に沸いた。興奮冷めやらぬ翌2日朝、またしても敵の音源を発見した。間髪入れず、総員配置につけ、魚雷船回転船用意の号令がかかる。潜望鏡には朝日がきらめく洋上を大型駆逐艦1隻と大型輸送船2隻が我が物顔で悠々と低速航行している。回転船にもってこいの状況だった。回転搭乗員たちは柿崎隊長のさあ行くぞの掛け声とともに、それぞれの回転に急いだ。コレスのサマル中尉が、柿崎しっかり頼むぞと肩を叩くと、柿崎中尉はたださよならと言って右手を上げ微笑み、回転のハッチへと消えていった。堀田艦長は柿崎艇と山口艇に先発を命じた。会心の命中を祈る。ありがとうございます。あとを頼みます。柿崎艇は鮮やかに軌道発進した。続いて山口艇も発進。
折田館長は時計をにらみつけながら今か今かと命中音を待った。21分が経過したとき、ブワーンと大爆発音が聞こえ、25分後に第二の爆発音が響き渡った。壮烈な体当たり、見事成功。これに続いて超音師はまたしても音源を補足した。大型駆逐艦2隻の編成だ。折田艦長は古川艇に発信命令を出した。相手は手強いぞ、しっかり頼む、成功を祈る。イ47戦の武運上級を祈ります、さよなら。ガーッと快調な熱騒音を残して古川艇も突進していった。30分ほどしたら命中音が響いてくるだろうと乗員は皆息を殺して待っているが、45分経過してもまだ命中音がない。回転の燃料が持つのはおよそ55分だ。もしや燃料が尽き果て、無念さに歯ぎしりしながら海底に沈みつつあるのではないか。折田艦長は不安と残機の念で胸がいっぱいになった。成功してくれ古川と祈ることしかできない。すると48分経過した時、再び超音種が駆逐艦と回転の感度を補足した。逃げ回る駆逐艦を必死で追い詰めていく古川上層の奮闘ぶりが目に浮かぶ。回転の音源が高くなりました。突入だ、やるぞ。その時大轟音が響き、見事命中。喜びとも悲しみともつかない涙を拭いながら、乗員一同三勇士の冥福を祈った。5月6日、またもやレーダーが敵を捉えた。巡洋艦の他に駆逐艦の音源が2方向に認められた。距離が縮まらないので折田艦長は回転戦を決意し、前田中尉、深海に飛走、横田に飛走の上艇を命じた。しかしこのうち2機は電話機故障のため発信不能、前田艇のみ発信することとなった。相手は巡洋艦だ。ど真ん中を狙って思い切って突入せよ、成功を祈る。はい、しっかりやります。よい、発進。前田艇は順調に熱走。超音種によると巡洋艦は右に左に懸命の回避を行っているそうだ。前田中尉も持て余しているに違いないと考え、折田艦長は魚雷を打ち込み巡洋艦の動きを鈍らせようと考えた。発射用意の号令をかけようとしたその時、ドワーンというものすごい大爆発音が一発とどろいてきた。よくやったぞ前田中尉。生きて帰らぬ体当たり攻撃に合掌冥福を捧げると同時に駆逐艦の反撃に備えて身構えた。しばらくして目標付近騒音台、巡洋艦のスクリュー音消滅、その他音源なしとの超音報告があった。目標付近騒音台というのは沈没に伴う騒音を意味する。折田艦長は前田中尉の体当たり放置間違いなしと確認し、イ47戦は新進度に潜入、その場を離れた。回転特別攻撃隊天武隊隊長柿崎実中尉、小柄ながら兵学校で鍛え上げた芯の強い高専念士官、礼儀正しい温厚な人柄で部下思い、回転の操縦技術も抜群で絶対的な信頼を置かれていた。前田はじめ中尉、回転隊切ってのハンサムボーイと謳われた美男子だが、口数が少なく読書をこよなく愛した。仲間が休日に遊び回っていても前田中尉は一人で静かに本を読み、残り少ない青春の時を過ごしていたという。山口茂雄一等兵曹、訓練中は厳しいが、ひとたび訓練から離れると豪快なユーモア人間。彼がポンポンと飛ばす冗談で柿崎隊はいつも明るい空気に包まれていた。古川七郎兵曹、海軍入隊以来魚雷一筋に生きて魚雷の虫と呼ばれていた。魚雷のメカニズムから回転の操縦に関することまで、わからないことがあったら古川に聞けと言われるほどだった。彼らが壮烈な体当たり攻撃で駆逐艦
巡洋艦合計4隻を沈めたことは間違いないと折田艦長は確信し、第6艦隊にもそのように報告している。この時の隊員で、電話機故障のため発信できなかった横田豊元二飛僧も著書で、この報告にはかなりの信憑性があると述べている。しかし、アメリカが発表した戦時中の艦船喪失表には何一つ載っていない。この理由について横田元二飛僧は、士気の低下を避けるため、米軍は回転特攻による艦船の喪失をできる限り伏せていたからではないかと考えている。終戦直後、マッカーサー司令部のサザーランド参謀長は、日本の軍師に回転を積んだ潜水艦は太平洋にあと何隻残っているかと真っ先に尋ねた。10隻ほどいると聞くと顔色を変え、それは大変だ、一刻も早く戦闘を停止するよう厳重指令せよと申し入れたという。米軍の発表によると、回転による被害は2隻のみとなっているが、わずか2隻に過ぎない被害にGHQ の最高軍人ともあろう者がなぜそれほど恐れるのだろうかと折田艦長は手記に書いている。艦船が被害を受けてもその原因が不明で、回転の攻撃だと確認できないまま、魚雷や機雷、事故によるものと処理されているケースも多いだろうと推測される。また艦船が英国籍であったり民間所有の輸送船である場合も、米軍の艦船喪失表には載らないため、残念ながら我々は確認ができない。だが、たとえ戦果がはっきりと判明しなくとも、自らの命を懸け敵の侵攻を少しでも食い止めようと奮闘した彼らを称え感謝し、いつまでも我々の心に留めておきたい。